ハレルヤー、こんにちは。今日も共に聖書から神様が私たちに語っていることを共に学んで聞いていきたいなと思います。一言お祈りします。愛する主よ、あなたの皆を賛美します。あなたが私たちを愛してくださっていることを感謝します。今御言葉を読みます。あなたが聖霊様をどうか悟らせてください。そしてその御言葉を聖霊様によって実践させてください。そして私たちが多くの実を結んで、お父様、あなたに栄光を返していくことができますように、主を導いてください。この愛を見てくださる一人一人の人生に、主が力強く臨んでくださって、あなたの御心に生きるものとしてください。あなたの祝福と守りが豊かに注がれますように、あなたの御業に期待して、イエス様の御業であります。アメン。感謝します。今日はですね、ヨシュア記の8章から共に見ていきたいなと思います。ヨシュア記の8章。8章の1節から読んでいきたいと思います。主はヨシュアに言われた。恐れてはならない。おののいてはならない。戦う民をすべて引き、立って愛に攻め上れ。見よ、私は愛の王と、その民、その町、その地をあなたの手に与えた。あなたがエリコとその王にした通りに、愛とその王にもせよ。その分取り物と家畜だけは、あなた方の戦利品としてよい。あなたは町の裏手に伏兵を置け。ここで神様がヨシュアに具体的にどのように歩めばいいかということについて明確な戦略を提示されたんですね。それは何かというと、まず一つ目、恐れてはならない、おののいてはならないということでありました。私たちに神様が語ってくださる言葉は、恐れなくていいんだよということですね。ヨシュアに神様が語られたように、私たちの人生にもですね、神様は恐れるなと何回も何回もおっしゃるんですね。なので私たちの人生の中で何か怖がってる、恐れてるなってものがあれば、それはなくしていいんですね。誰かに人を恐れてるかもしれない、何かお金とか恐れてるかもしれない、何か私たちの人生の中で恐れてることがあればですね、それを持つ必要はないということなんですね。また、戦う民をすべて引き、立って愛に攻め上れ。その次に神様がおっしゃったのは、戦う民を全員率いて攻め上れということでした。神様は私たちに戦うことを願っています。そして一人じゃなくて、二人でもなくて、本当に戦ってくれるみんなで行きなさいということ、それを主は願っておられるんですね。なので、福音を伝えるということ、それに本当にコミットしていきたい、そして一人でやるんじゃなくて、本当にたくさんの人とですね、協力して福音を述べ伝えていきたいなと願います。見よ、私は愛の王と、その民、その町、その地をあなたの手に与えた。神様はヨシュアに愛の王と、その民、その町、その地をあなたの手に与えたと、もうすでに勝利宣言をされるわけなんですね。あなたがエリコとその王にした通りに、愛とその王にもせよ。ヨシュアはエリコを勝ち取りました。そのようにこの愛にもしなさいと称するんですね。その分取り物と家畜だけはあなた方の戦利品としてよい。あなたは町の裏手に伏兵を置け。そしてこの分取り物と家畜は戦利品としていい。そして裏手に、町の裏手に伏兵を置きなさいと具体的な指示を出されるんですね。神様は私たちの人生にも語られます。また私たちを恐れないでと神様はおっしゃるんですね。そして戦っていきなさいと。どういう戦いをするのでしょうか。それは福音を伝えるという戦いです。私たちの人生の中で一番大切なこと、それは何でしょうか。私たちが生きている理由、それは何でしょうか。神様の御心、それを行うために私たちは生きているんですね。神の栄光を表すために生きている。そして神様が私たちに願っていることは、福音を述べ伝えるということであります。イエス様は全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいと、マルコの福音書の中で語られました。福音を伝える。福音とは何でしょうか。イエス様が十字架にかかり、死んで蘇られ、信じる者が永遠の命を持っていくということであります。この福音を私たちは伝えなければなりません。それを知らない人は永遠に滅びてしまう。でもイエス様は
滅びることを一人も滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに済むのを望んでおられるとあります。すべての人が救われるためにイエス様はこの地上に来ました。そして全員救われてほしいと神様は願っている。その上にイエス様はすべての人に福音を伝えなさいとおっしゃったんですね。まだこの日本の地が福音が伝えられてない未然地であります。なので本当にこの皆さんにですね、日本の福音の宣教のためにぜひコミットしていただきたいと願います。ぜひですね、皆さんの住んでいる町のために祈ってください。その町が救われるように祈ってください。また皆さんの住んでいる町だけでなく、その住んでいるその県が救われるように、またその日本全体が救われるようにぜひどうか祈ってください。あ、そして実際にですね、出てって福音を伝えてみてください。今日ですね、僕は電車に乗ってたんですけど、隣に座ってたですね、人がすごい一生懸命日本語を勉強してたんですね。彼は海外から来た人だったんですけれども、日本語学校に向かって電車に乗ってる途中でした。あ、そして、あ、すごいですねと思ってですね、ちょっと言おうと思ったんですけど、一言祈りました。神様、彼が救われてあなたは聖人となりますようにと。それでですね、話し始めたんですね。あー、すごい日本語勉強してるんですかって言うと、あー、そうなんですってですね、たどたどしい日本語で会話が始まって行きました。そしてまあ少し会話した後にですね、彼にちょっと御言葉を渡したいなと思って、でも彼が勉強してる日本語は本当にひらがなとかそういうのを使っていたので漢字を読めないなと思ってですね、カードで日本語のひらがなでですね、御言葉を書きました。私の目にはあなたを心尊い、私はあなたを愛してるということ、また手紙にはイエス様があなたを愛してる、を愛していますということを書いてですね、少しメッセージを書いて祈りの文章ともにですね、彼に渡しました。あ、彼は本当に喜んで受け取ってありがとうございますともらってくれてですね、本当に感謝だなと思ったんですけど、私たちは福音を伝えるその使命があります。また日本人だけじゃなくて全ての人に伝えていく。でも自分で頑張っておりゃーとやると結構大変なんですけど、本当に聖霊様が導くとき、聖霊様が開かれるとき、私たちは頑張ったり力んだりしなくて自然に伝えることができるんですね。なので勇気を出して頑張ろうとかじゃなくてもいいんですね。福音伝えるっていうのは、私たちが生活してる中で普通に話しかけて、あ、こんにちはって挨拶して、その自然の流れでですね、あ、イエス様が愛してるんですというふうに伝える、それだけでも本当に神様が働かれると信じます。本当に祈りつつですね、歩んでいくときに主が御業をなされます。なので私たちが頑張ってやらなくてもよくて、私たちがすることはただ祈ること、人の救いのために祈っていくこと、祈っていくときに主は道を開かれます。また福音を伝える機会をくださいとぜひ祈ってみてください。それを祈ると主は聞かれて機会をくださるんですね。私たちが祈るとき神様が聞かれる。この日本を勝ち取るために必要なのは私たちが祈ること、そこから始まっていきます。そうですね、そのようにしてヨシュアのように私たちも戦っていきたいと思います。そして一人で祈るよりも、この戦うためを全て引き入っと主は神様がおっしゃったんですね。一人の力よりも二人の力の方が強くて、二人よりも三人が強くて、人数が多ければ、また心が一致していれば知っているほど、その力は本当に大きくなっていきます。例えば伝道するとしても、一人で伝道する二人の方がいいし、二人よりも三人の方がいいんですね。そして伝道する背後にですね、私たちが祈りのサポートしてくれる人たちが一人でも二人でも三人でもいればいるほど、その働きは力強いものになっていきます。本当に一人じゃなくてたくさんの人と、そして賜物がたくさんあるから、みんなで賜物を生かしていく、本当にそれが大切だなと思います。賜物を用いて使い合っていく、そのような人生へ導かれていきたい、そう願います。私は愛の王と、そのためその町その地をあなたの手に与えた。神様は私たちにですね、民をくださる、日本の国々をくださる、私たち住んでる町をくださる、私たちの住んでる地をくださる、私たちが勝利していくことができる、それは主の恵みによります。神様がこの伏兵を受けとおっしゃったんですね。
そしてヨシュアはそれに従って伏兵を置きます。また伏兵とは別にですね、3節に、そこでヨシュアは戦う民すべてと共に、愛に登っていく民たちがあった。ヨシュアは3万人の勇士を選んで夜のうちに派遣し、彼らに命じた。見よ、あなた方は町の裏手から町に向かう伏兵だ。町からあまり遠く離れないで、身構えていなさい。私と共にいる兵は皆町に近づく。愛の人々がこの前と同じように私たちに立ち向かって出てきたら、私たちは彼らの前から逃げることにする。彼らは私たちを追って出てくるので、私たちは彼らを町からおびき出すことになる。彼らはこの前と同じように我々の前を逃げていくというだろうから、私たちは彼らの前で逃げることにする。あなた方は伏せているところから立ち上がり、町を占領せよ。あなた方の神主がその町をあなた方の手に渡される。その町を攻め取ったら、その町に火を放て、主の言葉通りに行うのだ。見よ、私はあなた方に命じる。ヨシアはここではっきりとですね、伏兵を備えました。神様に命じられた通りに伏兵を3万人の勇士を夜派遣しました。そして私たちは前に出てこの民をおびき出すから、私たちは逃げるから、そしてみんなが出てくから、その時にそこに火を放ちなさいと、そして主の言葉通りに行いなさいと、それを命じますと語るんですね。ヨシオはここで神様から受けたことをちゃんと忠実に伝えたんですね。私たちも神様と生きるときに、御言葉を通して、御霊を通して語られます。状況を通して私たちに導かれます。そしてそれに私たちを忠実に従っていく、そのことが必要です。そしてヨシオのように私たちが忠実に従って命じていく、一人じゃなくてみんなで一緒に神様の方を向いていく、そのようにですね、神様は戦略を具体的に出さるので、私たちも具体的にですね、主に従っていきたい、そのように願います。主の言葉通りに行うのだとヨシュアは命じるんですね。私たちが生きるとき、神の言葉の通りに生きていくと、神様は本当に素晴らしい御業をなされます。大勝利をくださるんですね。日本を勝ち取るために、全世界を勝ち取るために、キリストに勝ち取るために、私たちに必要なのは主の言葉通り行うことであります。主の言葉通りに私たちも生きていきたいなと願います。10節に、翌朝ヨシュアは早く起きて兵を招集し、イスラエルの長老たちと共に兵の先頭になって綾に登っていったであります。ヨシュアは朝早く起きて戦った。最近のハリウッドでも分かっちゃったんですけど、この早く起きて戦うということ、それは本当に勝利の鍵ですね。早く起きること、なかなか起き上がれないなと思う日もあるんですけど、本当に神様と共にですね、戦っていくとき、早く起きて祈り、そして備えていく、そのようなものでありたいなと願います。でもうまくできなかったからって自分を責める必要もなくて、神様はそれも働かす敵としてくださるので、本当にですね、本当に主に頼りつつですね、自分を責めることなく、本当に神様が導いてくださることを感謝して、でも本当に主によってですね、ますます神様の心をこのために私自身が成長していきたい、そのことをですね、本当に祈りつつ願っていきたいなと願います。また吉脇のですね、18節、主よ、主に告げられたあなたの手にある投げ槍を愛の方に伸ばせ、私が愛をあなたの手に渡すから。ヨシュアは手にある投げ槍を町の方に伸ばした。すると伏兵はすぐその場所から立ち上がった。ヨシュアが手を伸ばすや否や、彼らは走り町に入ってそれを攻め取り、直ちに町に火を放った。神様はヨシュアに手にある投げ槍を愛の方に伸ばせと神様は命じられるんですね。私たちが戦っていくときに、神様は明確にはっきりと御霊を通して御声を持って私たちに指示を与えられる、そのような方であります。私たちがその神の御声に聞き従うときに、神様の勝利はもたらされていくんですね。聖霊に従う、聖霊様の導きに従う、そのときに神様は御業をなされます。イエス様は常に聖霊により頼み、天の父がしていることを見て行っていた。私たちも常に聖霊により頼み、歩んでいきたい、そのように願います。ヨシュアが御霊の神の声に従って槍を伸ばした時、伏兵は火を放って
行きました。その結果どうなったか、義昭の8章20節、愛の人々は後ろを振り返ってみた。すると町の煙が手に立ち上っていて、彼らにはどちらにも逃げる手立てがなかった。荒野に逃げていたイスラエルの兵は追ってきた者たちの方に向き直った。ヨシュアと全イスラエルは伏兵が町を攻め取り、町の煙が立ち上るのを見たので、帰還して愛の人々を撃った。伏兵たちは町から出てきて彼らに立ち向かった。そのため彼らは両側からイスラエルの挟み撃ちにあった。ヨシュアたちは彼らを撃ち殺し、生き残った者も逃れた者も一人も残されないまでにした。その結果、ヨシュアは大勝利を収めるわけであります。イスラエルは勝利していった。26節、ヨシュアは愛の住民をことごとく征絶するまで投げ槍を差し出した手を元に戻さなかった。ヨシュアはもう最後の最後まで徹底的に征絶したんですね。それまで最後まで戦った。私たちも神のために福音を伝えるという戦いに出ていく必要があります。そのために私たちにできる全てをし尽くす必要があります。私たちが残り生きている人生、優先順位何でしょうか。私たちが生きている時間、私たちは福音を伝える必要があります。もしかしたらイエス様は明日来るかもしれない。もしかしたらイエス様は来週来られるかもしれない。もしかしたらイエス様は1ヶ月後来るかもしれない。もしかしたらイエス様は1年後来るかもしれない。もしかしたらイエス様は10年後来るかもしれない。もし来週イエス様が来るとしたら、皆さんは時間はどのように使いますか？皆さんは何に時間を使いますか？お金を貯めますか？それとも好きなことしますか？イエス様が来る、その前に私たちがすべきことを、それを福音を伝えることかと思います。本当に私自身もですね、この優先順位ということについて、本当にイエス様の福音を伝える、そこにプライオリティを置いていきたい。そのためにすべてを行っていく、そのようなものでありたいなと願います。また本当に働き人と共にですね、弟子訓練していく、そして本当に主の道が来られる備えをしていく、そこに私たちの優先順位をですね置いていきたいなと願います。それからヨシュアはエバル山にイスラエルの神主のために一つの祭壇を築いた。30節後半、彼らはその上で主に全焼の捧げ物を捧げ、交わりの生贄を捧げた。ヨシュアは勝利の後に神様に礼拝を捧げました。私たちも戦って、そして私たちは勝利して、そして私たちは礼拝するために、すべて全焼捧げ物、すべてを主に捧げます。そして主と交わる、そのような生き方へ召されていることを感謝します。その中書は御教えの書に記されている通りに、律法のすべての言葉を祝福も呪いも読み上げた。モーセが命じたすべての言葉の中で、ヨシュアがイスラエルの集会全体及び女と子供たち及び彼らの間で生活する寄留者の前で読み上げなかった言葉は一つもなかった。そしてヨシュアはモーセの律法をことごとくイスラエルのために告げていきました。私たちも言葉を伝える、ヨシュアのように神の言葉を伝えていきたいなと願います。今日はヨシュアの箇所からですね、共に見ていきましたけれども、私たちが勝利する人生、私たちがその勝利するために必要なことは、まず私たちが神から受けていくことですね。御言葉を通して、御霊を通して、私たちは神様からどのようにやめばいいか教えていただく、またそれに忠実に従っていく、また勤勉に早く起きて、そして御霊に従って生きていく、そして私たちが御言葉を述べ伝え、神霊を捧げていく、徹底的に福音を伝えていく、御言葉に生きる、御言葉を伝える、その中でですね、ヨシュアの歩みを通して私たちが本当に勝利の人生歩んでいくことができます。ヨシュアに習って私たちも勝利をですね、この日本にもたらしていきたい、この日本を勝ち取っていきたい、そういう願います。それでは一言祈ります。ハレルヤ、お父さん感謝します。本当に神様、日本はあなたの福音が必要です。どうぞこの国を貸し取るために私たちを用いてください。聖霊様、あなたがこの配信を見てくださっている一人一人に今触れてください。望んでください。あなたが一人一人の心に語りかけてください。そしてあなたの福音を携え、福音を述べ伝えるものとして用いてくださいますようにお願いします。私たちがヨシュアのように神様から受けたことを忠実に行っていくことができるように、まず神様、あなたとの時間を大切にして、
あなたの指示を受けていくことができますように、忠実にその御言葉を行っていくことができるように、主の言葉通りに行うのだとヨシアが語ったように、あなたの言葉通り私たちを行っていくことができるように、祝福してください。御霊に従って歩んでいくことができるように。まだタイヨシアが兵の先頭に立って前に登っていったとあります。私たちも先頭に立って戦っていくことができるように、仕えていくことができるように、しもべとなっていくことができるように、そして徹底的に戦い抜いていくことができるように、またあなたに全てを捧げ、あなたと交わり、あなたに礼拝を捧げて御言葉を述べ伝えていく、そのようなものとならしめてください。この話を見てくださる一人一人の人生を主が祝福してくださいますように、一人一人が住んでいるその町が救われていきますように、また日本が救われていきますように、私たちを祈るもの、福音を伝えるものと、さらにさらに作り変えてください。そして日本を勝ち取ってください。イエス様の御名になります。アメン。エリア感謝します。神様の祝福が豊かにありますように。シャローム。